やっぱりね、福井のことをより知ってもらおうと思いまして、はい、私こういったものをご用意いたしました。はい、はい、こちらでございます。こちら何でしょう。そんな質問するなと。メガネなんですけれどもね、実はね、この福井の鯖江は日本のおよそ9割のメガネのフレームを作っています。まさにメガネ産地なんですけれども、お二人にねぜひこの気に入ったものを選んでいただきたいと思いまして、はい、もしよければちょっとかけていただけると嬉しいなと、ね、はい、はい、今日10種類お持ちしましたので、ね、あの鈴木さんのこのメガネ姿なんてなかなか見られません、見られませんから、ちょっとお一ついかがですか。どれレディスパート選んでください。ねえ、どれも女性らしいものもあり男性っぽいものもありますけど、さあ鈴木さんが選びましたのはこちら。お、あ、かわいい。なんかちょっとものすごく素敵な感じが、いい、いや、めちゃめちゃ似合いますよ。いい、ね、え、どうしてこれを。いや、なんかあの、なんででしょう、なんででしょう、直感で、ね、ちょっとあのプレゼントさんも、You know, my eyes is okay. I see everything. So, but I will come. Yeah. Wait. Oh. 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 これはもう一つ、もう一つ。いいですね。違った雰囲気のプレゼントですね。おっと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 。もう一個いきますか。そう、今流行りのこと、黒縁タイプを。おー、かっこいい。 This is what is better? I think this is better. 本当にそう思った。お人の判断で決まりましたね。鈴木さんもなんかもう一つ、かなり皆さんメガネをお気に入りの様子、あ、ちょっと今度ブルーに、おー、かわいい、かわいい、ショーであまりこうメガネをかけて滑るっていうところ見たことないんですけれども、もしこれからねよろしければ、なんかショーのねどっかにこうメガネを取り入れて、その時はこのこれは福井よっていう風にアピールを、無理なお願いですね。無理なお願いです。はい、まあ、これからちょっと滑っていただきますんで、はい、一旦メガネの方は外していただいて、じゃあいただきますよ。いや、こうやってなんか福井とお二人がぐっと近づいたような気がいたしますね。はい、福井といえばメガネでございます。はい、ありがとうございました。さあ鈴木さん、まあ、明日のね、明日からのショーですけれども、見どころはどんなところでしょうか。そうですね、本当に素晴らしいスケーターがたくさん揃っているので、本当にお客さんもあの一緒になって楽しめるショーになると思うので、あのぜひ会場に足を運んでほしいなと思います。なるほど。あのお客さんにね、鈴木さんとしては何をアピールしますか。私はすごくこう自分の中のこう情熱みたいなものをこう皆さんにこう伝わればいいなって思います。なるほどね、楽しみにしています。はい、はい。